はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンファンタジー2、R5 パッチ続きやっていきたいと思います。前回ね、マーニャとミニア仲間入りました。それで仇のバルザック倒しましたね。まあ、強いね、案外この人たち。ハッスルダンスとかベホマラ、ね、持ってるからね。はい。じゃあ行きましょう。それで、姿がね、見えない人がいて、夢見の雫かけたらベラだったって話ですね。はいはい。あ、じゃあ今後、また今回はちょっと音楽変えながらやりたいんで、とりあえず帰れる場所まで行かないと、ね。人型には強いけど、ね、はい、じゃあまた今回はね、音楽変えましょう。佐賀湾この妖精の世界のどっかに神獣と呼ばれる神の化身が住んでいる山があるという伝説があります。しかし長年生きている私たち妖精でさえもその山を確認できた者はいないのです。もしも自由に空を飛べるものならひょっとすると見つけることができるかもしれませんね。まあそういう情報は大事大事。まあ止まっときましょうか。どうしようかな今回。食べれるキャラはいないか。いい加減盗めるキャラ入れたいね。ってなってくると、リュックのあの、ヌスト狩りとか強いんだよね。だし、あと全体回復できる人もいたでしょ？マーニャ、マーニャ使えんだよな。いや、でも。あれ？強力な攻撃魔法も使える。マーニャって黒魔法だった？あ、マーニャってどっちも使えるのあれ。いや、これの方がいいでしょ。だって、火と雷を使って、ハッスルダンス使えるもんね。で、青魔導士でしょ。青魔導士、フーラにする？なんか盗めそうじゃん、だって。お、なんかいる。ああ、いいじゃん。骨まで締めるの。ここはポアン様が治める妖精の村じゃよ。キトンシールド。えい。上がるのないかな。エアナイフ。オベリスク。円月輪。カミューとか、そこら辺かな。銀行はいいです。薬草いっぱい買っとこう。はい、では行きましょう。どっちみち変えるな。また仲間入ったりするもんね。お、レシピ。ちょうどいいね。これってさ、ここで見て覚えるしかないのか。これ絶対大事だもんね。ベラ、あの子なら上の階にいるわ。ポアン様も心配ですが、もう一人心配な妖精の子がいます。ナプリシと言います。ああ、彼女もこの世界にどっかにのたり死んでないとかと心配人。そうか、そういう話か。私たち妖精には剣を振るう力はありません。どうかアストスを倒してポアン様を救ってください。アストスはここから遥か西の島を城を構えています。ああ、ポアン様がダークエルフの呪いにかかるなんて、このままじゃいずれ衰弱して死んでしまうかもしれないわ。お願い、あなたたちだけが頼るなら、ダークエルフのアストスを退治してくれないかしら？いいえ。そこをなんとか、お願い。はい。そう来なくちゃ、私も仲間に加えるわ。よろしくね。ベラ。プリッシュって、
FF11 なんかな。さて、誰リストラする？フリッシュ。基本入ったキャラは使っていきたい人なんで、ベラ。時空動物か。しょうがない。エルフィンゴ。西って言ったんだけど、出た。浮いてる敵。いや、マジで意味ないのか。サガワンもね、面白いですよね。多分ね、左上に行けば洞窟かなんかあったような気がする。私の記憶が確かならば。動物でなんとかなんないの？あ？なんだこれ。キャ、人間だわ。何しに来たの？出てって。人間は嫌いだけどオルテガは好きよ。きっとダークルーフのアストスを倒してくれるわ。オルテガだと？幻獣界の音楽ですね。これだ。助けてくれ。腹ペコで動けないんだ。はい、星に行く。やったぜ。もぐ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 。うめえうめえ。俺こんなにうまいもの初めて食べたよ。サンキューな。サンキューです。あんたらについていけばもっとうまいもの食えそうだぜ。俺の名前はプリッシュ。今日からよろしくな。妖精なんだね。これって FF11 でしょ。違うん。じゃ、自分やったことないのよ。だよね。武術。白魔法と武術使えるのか。どうしよう。ごめん、リュック。リュックだけど、こうだな。炎の爪。いくぞ。まだなんかありそうだね。こっちにアストスの城があるんでしょ。お、ボルテガって言ったよね。蜂の群れ。武術。系じゃないけどね。やばくね。盗むとかもやりたいけど。あの洞窟もまた後で行ける的なね。なんか見たことあるようなないような。今回ここ攻略だね。妖精のとこも回りたいよね。でもね、なんかあるかもしれない。いろんな属性出てくるよね。ほら。確かに。困った時は毒属性だ。ラでいいんじゃない？あ、でも後ろなんか雷属性っぽいよね。お、いいね。じゃあ、
毎回これで終わるんですけど。何覚える？フレアセーバー、クエイク、ラビアの手荒いっぱいあるね。闇に隠れて生きる、あ、ラーサー、とっておきピオリメイト、翼高くなる。ラーサー入れた方がいいのかな。闇に隠れてなんとかで。ベラ、ベロ、ベラ、ベラ、ベロ。妖怪人間だよね。あとこれで、時空もそうだけど、あ、クエイク。あれ、土属性かな、あの色。あ、そうだ、強っ。やっぱ雷とか吸収するのかな。私はオルテガというもの、かつて大魔王の居城に挑み、壮大な魔王の戦いに敗れ命を落としたはず。それから記憶は曖昧だが、気づいた時にはこの妖精の世界に飛ばされてしまっていたんだ。どうやら君たちは人間のようだが、私と同じ身の上なのか。など妖精に頼まれアストソーならば、この私も微力ながら手助けすることにしよう。マジかよ、マジかよ。さて、さてさて、戻んのもいいんだけど、マーニャさん、ごめん、リストラ。オルテが連れてったらここなんかありそうだね。なんかありそうだよね、でも後で、ね。オルテが、まさかオルテガが。あ、いた。お、なんか普通の戦士。勇者じゃないな。全体攻撃不破、いや、なんかやばくね、この人も。あ、でも顔グラ変えれるみたいだからね、後で考えよう、それはね。これで、もっといいのあるでしょ。バトラックス、リボルバー、バイキングアックス。なんせかこういうの持ってるからね。黄金の色。ダンシングメールって何ですか。こっちの方がいいな。ねじり鉢巻き。こうだろうな。プリッシュ。あ、でもプリッシュの方がいいのかな。強かったね。魔除けしたってしょうがないもん。こっちの方がいいか。よし、オルテガさん頑張ろうぜ。すごいな。はい。ポカパマンズさんだ。ハードモードだったら顔ぐら変えてみようか。私がオルテガのお世話したの。ひどい怪我で家に沿って倒れていたの。オルテガ連れて行ってしまうの。ずっと看病していたのに私たちの愛じゃダメなのね。なんか逆に怖いな。愛深きゆえに。吹雪の魔女。単体技もちょっと見たいんだけど。あわ。横一線ない。アゲハランドいつ覚えた？めちゃくちゃボリュームあるね。あら、あっという間にお金が貯まるっていうね。でもレベルも上がりやすくなってるし、統一されてるし、お金も貯まりやすくなってるし、ちょっとすごい良心的になってる。あの一番最初のさやつさ、まあ元がそこだから、おそれの方、それやってからの方がいいんだけどね。ちゃんとキャラ入れ替えたりしなくちゃいけないからね。
エンプーサ、ドラケン5見ましたね。さて、オルテガ3がスピード遅いからなかなか順番来ないけど、アストスの時は嫌でも来るでしょ。ナイチンゲールとかも使うと思うんで。FF4 ですね、これはね。リス。ブルース。テンション打ち消す、チャクラ。浮いてないけど。魔法剣。強っ。オルテガさん。勇気。ほとんどないし、閃光山、ワイルドボール強っ。低いレベルで来るとこういうの覚えてないのかな。あれこれ右、あ右召喚いたよね確か。困った時の毒属性と知らない。全体攻撃最高ですよね。まあなんとかなるし、しばらくはレベル上がらないですよね。はいはい。これってさ、私の力を借りたいだと、貴様らの呪力で従えてみせよ。ディアブロスやな。グラビーが効かなかったところ。あ、いや待って待って、まあ焦るな焦るな。ウィーティブ的にダメージ、浮いてるよねこれ。これ青魔法使って防御力無視強い。これ効かなかったっけ。あ、効かないか。あ、相手が使っていくんだか。弱点はあるからね。あれ他の方がダメージ効いたね。あー、やっぱ死の攻撃だね。ないな。だってクエイク効かないでしょこれ。浮いてるからやっぱベタンで落とすしかないもんね。そうだよね。グラビーガーを使ってくる、使ってくるのね。だから主人公で全員か。ああなるほど。あ、青魔導士連れてきた方がいいかな。ベタン、あ、ベタンじゃねえや。ベータ使ってきたね。どうしよう。またデータに入ったすんの大変だな、これ。まあ、一回一周目、これ。あー、でもな、全員炎は大きいよね。青魔法でね。火炎放射全員に食らってるようなもんだもん。ダメージ低いっしょ。あ、ダメだ。
あ、ダメなんだ。1回出てベータ覚えるか。でもこれでクリアしたいな。最初はなんかもうそろそろガシンといきそうですけどね。あれ絶対落とすのかな。マリベル、さて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 、マリベル、マリベルか。待てや、オルテガも強かったけど、青魔導士入れてベータ覚えて、プリシも強いな。ミンサルトあったよねって。一番下はナイチンゲールで回復してマリベル入れて、今のディアブロス使いながら攻略のオルテガをちょっと変えるかってなると、あのやるって言ったらやるんで、で次回まあこのパーティーでも行きたいけどな。待って、これでクリアしてみる。とりあえずだってまた城来れるでしょこれ。あ、どうしよう。待って、20何分か。どうすかな。このパーティーで攻略したいよね。まあ別に何回やってもいいよ。これさ、ちょっと無視していく。どうせボスでしょこれ。だから、どうしようか。ベータ覚えたいだけ。だって今回コトヒトラ入ったでしょ？ってことは使いたいわけよ、私を。もう一周目になれよって話だけどね。顔グラ変えれるみたいだからね。なんか、オルテガのなんかさ、すごい、かっこいい顔みたいな、あったような気がするんだけど。私がダークエルフのアストスだ。不安にかけたのは死の呪いよ。私が生きている限り呪いは永遠に解けん。ファファファ、さあかかってくれ。じゃあ滅ぼされる。なるほどね。あ、俺手が、これってさ、バカタレ、ひどいな。青魔導士なんで、ここはね。一番下のランクだったらもうアウトになるね。マジックバリア使いたいけど、これ使わないとまずいもんだってね。火の宣告も治るんですよ。はい、マジかよ。まあ、いけなくはないな。ということで、ちょっと違うパーティーで行きます。青魔法を頻繁に使ってくるね。ってことは変えた方がいいんだ。オルテガさんでも使いたいけどね。青魔法とあとディアブロス覚えるじゃないですか。だからそれと一緒にやる。だから途中の場所から次回ディアブロス倒してアストスって攻略じゃ、なんだこれ。クラセラス？アイスギガースか。アイスだからクリアじゃないよね。あ、ベタン使ったのに指滑った。フィニッシュ強いね。マジ
ックバリアはちょっと質なんかもわかんないよね。ほとんど動かない。マジなんだって、オルテが必須か、もしかして。これオルテがいるな、マジックバリアとね。オルテがマリベル、青魔導士だって。で、怖い、回復だって2人使えるじゃん。したらすごっ。これまだ戻れないでしょ。剣のキスティス仲間にしたいんだけど、となってくるとちょっと一回試そう。だから次回やんのに、まあ、マリベルがディアブロスだったでしょ、でしょ。で、あと青魔導士だから誰の方がいいんだろうな。 HP 高い方がいいか。なんかやばかったもんな。オルテガと青魔導士でいいか。青魔法誰使えたっけ、新キャラ。ミザイラも使えんだよな。バリー、ああなんか他が使えなくなってんだよな。クーラー違う。ギルガメッシュも攻撃強いからね。今、ああ青魔法使えんの、他に誰いる。ラーサーもなんか覚えたな。スバーサー上げる、これも大事かもしんないね。ラーサーか。でも青魔導士入れなくちゃしょうがないもんね。キマリもありだけど、いや待って、違うキャラ入れたい。それだったらスキルは強いが動作は遅い、ダメじゃん。青魔を使いの誰やと。リザヤル入れとくか。で、待って、コンフィグでやられてないよな。あ、違う。戦歴。ね。これ仲間入んない。仲間入るんだったらちょっと裏であそこまで進めときますんで。まだモンスター足りないよね、おそらく。バロンも回ってないけどね。はいはい。いっそ200周目指してみたら。え、あと2周でなんか仲間入るのか、これもしかして。ちょっと2周どっかで戦ってくるか。時間結構来てるからね。ここら辺の敵合ってなかったらすぐ分かんもん。これあったか。北の山にいたやつか、これ。行ってない場所はただすぐ分かるもん。デスコピオンとかこういう時戦っとけばよかったなって思う。お、これ初だな、多分。そう、200種目指してみたらで、200種入ったらイザエルと交換してやるけど、220とかじゃなかったっけ、違ったっけ。あれ、森、ここにいなかったら森行けばいいし。これ多分初だな、得意もんし。焼き払い、こういう時はあの不思議のダンジョン行けばいいんだよね。時間余ったとか、時間余った時あれよかったね、十何分で終わった動画あったじゃん、やっときゃよかったね。北の山に行ったな。200行った。得意文字なんか絶対合ってないよ。トロールも多分初やな。お、あなたたちについていけば未知を守るから、あとは魔法を。あ、やった。はい。ということで、
今回こだわりたいと思います、ね、でバロンはまだ回ってないからね。まあちょうどいいや。まあちょうど音楽変えて気分転換していけばいいかな。55枚交換するの奇跡の剣、神秘の鎧やったミシティビュートだって。ちょっと待って、さあ今回これ終わりたいと思います。キスキス2回、アンマ同士多いな。しかし次回これでいきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。